メイクアップアーティストのはるかです。今回は何度も動画でご紹介している大好きな韓国コスメ、ハートパーセントの新作、ドットオンムードジェルアイライナーペンシルを使用したアイメイクをご紹介します。発売を楽しみにしていたところ、今回インスタのレビューアーとして全5色を試しさせていただく機会をいただき、想像以上に大満足の使い心地だったので、スウォッチ、メイクプロセスを含めてご紹介していきたいと思います。こちらのアイメイクはアイシャドウを使用せずにアイライナーで仕上げています。ドットオンムードジェルアイライナーペンシルの特徴として、引く、埋める、グラデーション、涙袋メイクまで万能に使えるアイライナーです。芯が柔らかくて滑らかな描き心地なので、まつげの隙間を埋めやすく、メイク持ちもいいです。後ろにシャープナーもついているので、細いラインを描くこともできます。実物は想像していたよりも、今まで使用していたアイライナーペンシルの中でも大きめのサイズ感なので、コスパもいいと思います。それぞれのカラーのスウォッチをご紹介していきます。01ソフトブラックは、目のフレームを強調させることができるブラックですが、ペンシルタイプなのでぼかして柔らかい発色に調節することもできます。02ナチュラルブラウンは肌なじみのいいブラウンカラーで、アイライナーとしてもグラデーションの締めカラーとしても使用できます。03ライトベージュはナチュラルな涙袋メイクにおすすめで、コンシーラーペンシルのようにベースメイク、眉やリップのアウトラインにも使用できます。04グレーベージュはアイホールにアイシャドウとして使用したり、涙袋の影を自然に仕上げることができます。個人的に5色の中で一番芯が柔らかく伸びがいい感じがしました。05ライトゴールドはペンシルとは思えないほど綺麗なグリッターでピタッと密着するので、涙袋メイクにもおすすめです。このように力を入れずに滑らかな描き心地で、水と油分、汗に強く、メイク崩れがしにくいです。それぞれのカラーの発色が絶妙なトーンで、肌なじみのいいカラーとなっています。アイシャドウのようにグラデーションを作ることもできるので、今回はアイシャドウを使用せずに、こちらのアイライナーでメイクを仕上げていきたいと思います。04グレーベージュで目の際にこのように幅広く描き、その後アイホールに向かって素早く指でぼかします。この時アイラインが少ししかついていないとぼかしにくいので、これくらいしっかり塗ることがポイントになります。さらに少し時間が経つとピタッと密着して崩れにくいアイライナーなので、塗った後素早くぼかすとグラデーションをきれいに仕上げることができます。次に立体感を強調させるようにまぶたの中央に05ライトゴールドのパールを重ねます。ペンシルタイプなので重ねたい部分にピンポイントにのせることができ、全体にのせたい時やぼかしたい時は先ほどと同じく素早く指でなじませると伸びが良く、その後密着してラメ飛びもしにくいです。ビューラーでまつげのカールを作ります。02ナチュラルブラウンを使用してアイラインを描いていきます。芯が太めなのでまつげの隙間を埋めやすく、力を入れずに簡単に描くことができます。アイライナーブラシでぼかしながら形を整えます。ねじり側もこのように綺麗に仕上げることができます。今使用しているハートパーセントのマスカラは動画で何度もご紹介しているお気に入りのマスカラで、カールキープ力が高く、ロング、セパレートが綺麗に仕上がります。04グレーベージュを目尻側をメインにのせて、涙袋の影のように自然な立体感を与えます。
03ライトベージュを目頭側からハイライトとして使用するとナチュラルな涙袋メイクに仕上げることができます。以前の涙袋メイク動画でもご紹介したように、アイシャドウと併用する場合はコンシーラーペンシルのようにベースとしても使用することができます。輝きを与えたい場合は05ライトゴールドを使用します。03ライトベージュ、05ライトゴールド、どちらも使いやすいので仕上げたいイメージに合わせて使い分けることができます。最後に下まつげにマスカラを塗ります。こちらでハートパーセントドットオムードジェルアイライナーペンシルを使用したアイメイクの完成です。アイシャドウを使用せずにアイライナーのみで仕上げているので、メイク崩れがしやすい方や汗をかきやすい季節のメイクにもおすすめの方法です。ちなみにこちらはアイラインを01ソフトブラックで仕上げたメイクなので、比較としてご参考にしてください。とっても使いやすいアイライナーなので、それぞれのカラーの発色やメイク方法などがご参考になると嬉しいです。ハートパーセントのコスメを使用した動画や今回使用したコスメについては概要欄にも載せているので、そちらもご参考にしてください。こちらのチャンネルでは日常メイクに取り入れやすいメイクテクニックやおすすめのコスメをご紹介しています。動画がお役に立てた場合は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグラムでもメイク、コスメについて更新しているので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。